い、どうも皆さんこんにちは。ナオトエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。ナオトです。タイトルに書いてあります通り、報告&告知動画になります。まずは報告動画になりますね。報告なんですけども、12月の中旬まで、今これ上がっているのが11月の2日17時になってると思うんですけども、11月2日から12月の中旬、だいたい15日ぐらいまでは動画を週1か週2本で投稿しようかなと思っております。まあ、その理由といたしましては、12月5日から12月の12日まで舞台があるんですよね。で、やっぱり舞台をするためにはやっぱり長い稽古期間がありますので、もうどうしてもね、やっぱり撮影する時間がもうないので、僕も舞台本番があるので、そちらに集中して舞台本番を成功したいなと思ってますので、動画の方は一旦週1か週2ペースになるかもしれません。もしかしたら2週に1回とか3週置いてから1本出すかもしれません。で、そこで動画のことなんですけども、動画はじゃあどうすんのっていう話になりますね。動画の件に関してはもう取りだめをね、何個もしております。なので、取りだめしている分はスケジュール設定の方でもう設定しております。例えば11月22日の何時に上げるっていうのはね、もう設定しておりますので、そこら辺は楽しみに見てくれたら嬉しいなと思います。あとは動画を出すのは本当に舞台の告知をするときに動画をね、すぐ撮ろうかなと思います。まあ、こういう感じでね、編集なしで上げようかなと思いますので、よろしくお願いします。で、告知動画なんですけども、まあ先ほども言った通り、12月5日から12日まで舞台が決まりました。ありがとうございます。もうこのコロナの大変な時期にこういう風に舞台をね、やれるのは本当に僕もね、嬉しく思います。で、もう台本も、かなり読んで、11月2日にね、先ほど顔合わせとか台本読み、稽古をやったんですけども、本当に舞台本番が楽しみでございます。で、舞台の方なんですけども、舞台の会場に行ってみるのも OK なんですけども、なんと今回生配信もございます。生配信からその舞台をね、見ることができますので、まあその詳細に関しましては分かり次第こういう風に YouTube でお伝えしようかなと思います。すいません、全然謝罪動画でも何でもないので、そこら辺は深く考えないでくれると嬉しいです。なのでね、12月の中旬、15日まではですね、動画週1、週2、もしかしたら間が空いちゃうぐらいの、動画のスケジュールになりますが、最後まで見てくれたら嬉しいなと思います。そしてね、舞台本番もね、会場で見に来てくれると嬉しいですし、こういう風に生配信で見に行ってくれるのも嬉しいなと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。ということで今回はですね、ご報告&告知動画になりました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロードの時間でした。またいつかお会いしましょう。 See you! 皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!